ルカマリーには、イタリアマルケ州ウルビーの出身のオートバイレーサー。ロードレース世界選手権で9度のチャンピオンを獲得したバレンティーノ・ロッシのイフテイである。バレンティーノ・ロッシの両親が離婚後、母ステファニアが再婚し、1997年にルカが生まれた。この年に18歳のバレンティーノは、世界グランプリ 125cc クラスで最初のワールドチャンピオンを獲得した。 マリーには4歳の頃初めてオートバイに乗り、7歳でミニバイクレースに出場した。2012年、15歳でロードレースに本格参戦し、イタリア選手権元3クラスでランキング9位。2013年は支部元3クラスランキング4位、スペイン選手権元3クラスにもスポット参戦した。 2013年、世界グランプリ第12戦サンマリの GP にて、元3クラスにワイルドカード参戦したが、完走できずにリタイアした。2014年、アニ・ロッシュが設立した VR46 ライダーズアカデミーに所属。VR46 とチームアスパーの合同チームより、セブ元3クラスにレギュラー参戦。2015年、対角面の適性から元2クラスにステップアップし、 セブ元にヨーロッパ選手権に参戦。世界グランプリ第13戦サンマリーの GP にてワイルドカード参戦。2016年フォワードレーシングより世界グランプリ元にクラスにレギュラー参戦を開始し、ランキング23位。2017年も同体制で参戦し、ランキング15位。二千十八年スカイレーシングチーム v r 十六へ移籍し、三年目に して才能が開花第9戦ドイツ GP で3位初表彰台、第18戦マレーシア GP で初優勝を挙げ、ロッシュと抱擁した。この年は優勝1回2位2回3位2回でランキング7位に躍進。前シーズンの元にクラスでシリーズランキング2位という好意差を残した後、VR46 とエスポンソラマレーシングの合同チーム。 スカイ VR46 アビンティアから最高位クラスに参戦。元にチャンピオンとなったエネア・バスティアニーニとチームメイトになる。シーズン別現在進行中のシーズンレース成績。ありがとうございます。